行けよガムッチ。うん、バッチリ成功。はい、どうも皆さんいかがでございます。本日はですね、1月26日ぶりにね、久々にこうやってね、顔出し配信の方しております。まあ、今回ですね、まあ、何をね、まあ、あの商品を紹介するかというと、まあ、サムネ見ればね、あの見てもらえば分かると思うんですけどね、まあ、こちら落ちちゃったこちらですね、見てください。ミンデラコレクションカード1プラス。イエーイって言ってる場合じゃないんですけれどもね。まあ、こちらなんですけどね。先月ですかね。1月の13日に、僕がね、紹介した、ミンデラコレクションカード、まあ、1と、1の、まあ、そのプラスバージョン。こうね、新しい、またやつがね、新しいやつが、まあ、その、先月の、確か3月27日ですかね。27日にね、これ新しくね、発売したんでね。まあ、そうですね。前回の、忍者らのね、コレクションカードを紹介したら、もう結構、まあ、好評で、まあ、結構、視聴回数とかも、確か300超えてたかなと思って、もう見ててびっくりしちゃって、忍者らってこんなにね、人気なんだなと思ってね。ですね、また今回ね、こんな感じで、紹介していこうかなと思ったわけですよ。まあね、まあさすがにね、まあ、今回もね、まあ、1、2、4、5、6、こんな感じ。だいたい数えて、まあ、あれですね、まあ、10パックですかね。今回もね、まあ、こんな感じで、買った、まあ、10パックぐらいですかね、買ったんですけれども、まあさすがにね、前にも言った通り、まあ10パックこれだけじゃね、まあ、視聴者さんもね、まあちょっと面白くないんじゃないかなと思ってですよ。まあ一応、まあ一応ですね。ゴミがついてる。よっしょ、ゴミ。よっしょ、ゴミ。じゃあ、あれ。見てくださいよ。20パック買ってきましたよ。前回は、確か、最初、ヨドバシカメラで買った時は、全部で大体、18パックぐらいしか買えなかったんですけど、今回はですね、もう、僕もちょっとね、まあ、頑張って。確か、どこだったっけ、ヨドバシカメラと、何でしたっけ、ビッグカメラですね。ビッグカメラに、わざわざ買いに行って、なんとかこうね、20パックですね。20パック。買ってまいりました。まあね。まあ大変でしたよ。まあどこもね、ちょっと在庫の方がね、結構なくて、まあ、もう10パック、どこも山田電機行っても、まあ今10パックしか取り扱ってないと。で、ビッグカメラ行っても、すいませんと、10パックしかないんですよって言われてしまって、まあ仕方ないかと思って、まあ、ね、買ってきたんですけど、まあね、まあ配信見てる人とかもね、まあそれだったら別にね、アマゾンで買えばいいじゃないかっていう人も、まあいるとは思いますよ。いるとは思うんですけども、まあアマゾンで買うってなると、まあもちろんの通りやっぱり送料だったりとかね、やっぱそういうのもかかりますから、まあ僕はね、きちんとそんな、ね、まあ、こればっかりにね、こう、お金を使うのも、ね、あれじゃないですか。なんでね、まあ、こう、自転車乗って、いつも通り、こう、山辺電機、ヨドバシカメラ行って、ビッグカメラ行ってきたわけです。これ手に入れてね。なんでね、まあ、とりあえず、まあ、前置きは良しとして、今回ね、こちらの、ニンジャラコレクションカード、ワンプラス、紹介していきたいと思います。おう！まあ、それではね、まずは1パック目から開けていきたいと思います。まあ、僕のね、本命はね、まあ、ルーシーちゃんなんでね。まあね、今回はルーシーのね、何でしたっけ。ルーシーの、SS レア。SS レアの方を当てていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よし、まずは一つ目。いつものこの前のように、取れない。くっついてる。よいしょ。よいしょ。
はお、あれですね、こちら見えるかな、またちょっとぼやけて見えないですけど、こちらカッペイとこちらエマですね。エマのスーパーエスレアですね。エスレアとこちらカッペイのノーマルですね。まあ、これが1回目ですね。これ1つ目。よし、2つ目。どんどん開けてみますよ。お、これはですね。これはバーンのノーマルですね。バーンのノーマルとジェーンのね、これもお SS レアですね。ジェーンの SS レア、ちょっとなんかぼやけてな、ちょっと透明なんですよ。こんな感じ当たりましたね。よし、この2つ目ですよ。じゃあ次は3つ目、何が出るかな。おお、来ました。ルーシーって言ってもノーマルなんですけどね。これルーシーのノーマルと、これはロンですね。これロンの、スーパーレアですね。ちょっとこれぐらい話した方が分かりませんかね。当たったんでね。まあ、とりあえずルーシーとロンですね。次は4枚目。4枚目。これは、まあ。さっきの見て、エマと、ベレッカですね。ベレッカのレア。この二つですね。この二つ。まあ、こんな感じ、もう全然。まあ、とりあえず、次5枚目ですよ。5枚目。よし。どんどん開けていきますよ。ルーシーのノーマルとカッペイの SS ラーですね。カッペイの SS ラー、すごくないですか。よし、かっこいい。まあ、とりあえずルーシー2枚目とカッペイですね。次は6枚目。お、これはバートンですね。これはバートンノーマルとこちらはジェーンのレアですね。これ、この2つ。6枚目。なかなかルーシー出ないですね。早く出てくんないかな、ルーシー。よし。これは、これは、エマですね。エマのノーマルと、これ、ベレッカのスーパーレアですかね。まあ、可愛いですね。こんな感じ。で、その次が7枚目。7枚目いきますよ。どんどんいきますよ。どんどん開けていく。これは、これはですね、ジェーンと、こちらの方がね、ベレッカの、スーパーレアですね。SS レア。こんな感じ。かっこいいですね。これなんだろう、ハンマーか。SK8 ハンマー。ベレッカ。よし、8枚目ですよ。なかなか出ないな。早くルーシー出ないかな。よいしょ。よし。これは、これですね。こちらは、バートンのノーマルと、こちらが、ちょっとほんとぼやけてない。ちょっとなんかぼやけてるかな。なんか意味ないかな。ちょっと何でぼやけてるか。レンズを吹き吹き。よし、これですね。見えるかな。バーンか。バーンのなんか、S ハマーコーデってやつですね。多分前の忍者らの、何でしたっけ、ガンダムみたいなコスチュームあったじゃないですか。それのなんか、続編みたいな。続編ってなんだろうかわかんないですけど。まあね、8枚目はこんな感じですね。よし。次、9枚目。9枚。うまい。開けていきますよ。しっぽい。こっち行っちゃった。こっちだ。よし。これは、これは、ジェーンのノーマルと、こちらカッペイのスーパーレアですね。これもスケボーですかね。お祭りボードのピエロ。こっち。
そんな感じですね。次はもうとうとう10枚目ですよ。とうとう10枚目。10枚目。ルーシー当たってくれ。当たってくれ。当たれ。これは？ああ、まあまあまあ。こちらはね、ベレッカのノーマルと、まあ、今度は、このエマ。エマ、スーパーで。これってさっきやったかな？ちょっともうよくわかんないですよ。ちょっとダブったかわかんないですけど、この2枚ですね。この2枚。よーし、11枚目。あ、バグ、あ、ダブった。こちらバートンですね。さっきダブったのと、こっちは、バーンのレアですね。こっちダブってしまいましたね。よし。まあ、とりあえず、まあ、12枚目ですよ。やばい、そうそうなくなってきた。そろそろなくなってきたぞ。こっちは、ロンと、またバートンのレアですね。この二つ、こんな感じです。ちょっとほんとぼやけて申し訳ないんですけど、こんな感じ。ルーシー出ないの？前もルーシー出なかったんですけど、まあ、一応出たには出たんですけど、ルーシーの SS レアが出なかったんだよな。そうですね。カッペイのノーマルと、こちらがベレッカの SS レアですね。これもダブったのかな、これもさっきやったのかな、まあ、こんな感じですね。なんか、さて、残りはあと、この5枚。もう、残ること5枚になってしまった。よし、この中に、果たしてルーシーはいるのか。ね。どんどん開けていきたいと思います。ほい。いやー、当たってくれ。ルーシー当たってくれ。これ、J のノーマルですね。なんとなんと、てってれー、ルーシーの SS や。ちょっとあんまりうるさくできないんですけど、当たりましたよ。ルーシーのレア、SS レア。かっこいい。かっこよくないですか？まあ、ほんとぼやけてて申し訳ないんですけど、まあ、とりあえず、ちょっとね、何でしたっけ、僕のツイッターにね、これね、あとで乗っけようと思うんでね。当たりましたよ。ルーシーのスプーン、SS レア。嬉しい。気持ち悪い。いやーでも、いや、まさか、何枚目だ？16枚目ですよ。16枚目でやっと。ルーシーレア。SS レア当たった。いやー、嬉しい。嬉しさが止まらない。まあそんなことはいいんですけどね。無事にこう、ルーシー当たりました。イエーイ。いやーね。まあ後でこれ、ツイッターに載っけるんでね。見たい方はぜひとも見てくださいね。まあとりあえずね、まあルーシーは当てたんでね、もうこの4枚はね、もうね、まあ開けないでおこうと思いますっていうわけでもなく、まあね、そんなこと言ってらんないんでね、まあとりあえず開けます。開けないわけにはいかないんでね。よし。まあまあ、でもまあまあ、ルーシー当てたからもう、あれだな。嘘でしょ。とりあえず、まあ、ルーシーのノーマル当たったんですけど、今度はですよ。今度は、テレリーン、ルーシーのレア。かわいい。なんだろう、これ。なんか、ホエル王みたいなのがいい。ホエル子みたいなのがいいですよ。ほんと、ぼやけて申し訳ないんですけど、ルーシーのレア当たりましたよ。やった！SS レアに続き、今度はレアって。わー、やった、嬉しい。いやー、超嬉しい。あ、でもかわいい。こっちはなんかちょっと、かわいいですよね。なんか、で、こっちは変えて、ね、こっちはなんかちょっと、なんかかっこよくないですか？かっこいい。やったー。よっしゃ、当たった、嬉しい。いやー、嬉しい。嬉しいなー。今日は安心して寝れるぞ。
じゃあね、まあね、もうルーシーのね、SS レアとね、ルーシーのね、レア開けたんで、もうこの3つはね、開けないで置かないわけにはいかないですね。まあ、配信ですからね。さすがにね。まあ、開けていきますよ。ラスト3枚。ラスト3枚は、まあ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 、まあ、とりあえずね。まあとりあえず、カッペのノーマル。あ、カッペじゃない、バーンのノーマルと、エマのね、スーパーレアですかね。まあこんな感じですね。よし。よしよしよし。じゃあ、ラスト1、ラスト2枚目。ラスト2枚目。まあそんなに期待してないんですけどね。まあ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 。ロンのノーマルと、またエマのね、スーパーレア。まあこれもダブったんですかね。まあね、ラスト1枚。まあ、ラスト1枚は、どんな感じなんだろう。まあ、ラスト1枚はそんなに期待してないんですけどね。ラスト1枚は、まあ、まあ、期待外れですよね。バートンのノーマルと、まあ、さっきのね、ベレッカのね、レアですね。この2つですね。まあ、これでね、もう、あとはもう全部開けてしまいました。ねえ、まあ、いやでも本当にね、まあ、このね、あれどこだ、ブルーシーの SS レアとこのレア、いやーよかった本当に。いや今回当たらなかったらもうどうしようかなって思いましたもんね。また買ってくんのも、またそんなにねお金使うのもあれですから。いやでも20パック買ってね、無事にねこの2枚が、まあこの2枚が当たったんでね、まあそれでね、今回ね結果オーライということでね、よしとしましょう。よし。まあそれではですね、まあ全部ね、開封して、並べてみるとこんな感じですね。まあこんな感じでね、まあ、まあ、あとノーマルだったりとかね。まあ今回はそうですね、まあとりあえずでも S レアが結構なんか当たったのかな、まあ、とりあえずまああれですよね、ロンの S レアと、エマの S レアと、またこれも、これもそう、これもエマの S レアと、これ上か。でも、そんな当たんないのか。あ、こっちか。カッペの S レア、ベレッカの S レア。まあ、でもって、今回の SS レアは、またベレッカ、エマ、カッペイ、まあ、バーですね。バーのなんか、S アーマーコード、ちょっとなんか書いてみます。S アーマーコードですね。ちょっと、まあ、ちょっと見えづらいですけど。ここ出した方がいいかな。まあ、こんな感じでね、これが当たったんでね。まあね、まあ良かったんですかね。まあね、まあそれやっぱ一番の収穫はですよ。一番の収穫はこの2つ。ね、ルーシーのレアと、ルーシーの SS レア。いやーもうね、この前のやつはね、このもうレアも当たらなければ SS レアも当たらなかったんでね、今回こんな感じでね。無事にね、ルーシーを2枚当てたんでね。まあ本当にね、良かったのかなと思います。で、まあね、まあこっちはね、まあさっき言ったってなんか可愛い感じでね。こっちはなんか、なんだっけな。スクラップサーベルですかね。スプラトゥーンじゃないんですけど、スクラップサーベルとね、まあ忍者武器みたいな感じでね。ちょっとこっちはなんかちょっとかっこいいみたいな感じでね。まあね、まあ良かったんじゃないかなと。思いますね。まあ今回ですね、まあ、とりあえずね前は確か18全部で18パックやったんですけど、今回は20パック買ってね、まあこんな感じでね当たったんでね、まあ良かったと思いますね。でまあそうですね、まあ結構電気屋とかヨドバシとビッグカメラだけじゃなくて、ヤマダ電機とかにも、まあ、行ったんですけど、まあ、ヤマダ電機に行って、まあ、この、なんだっけ、この商品ね、お取り扱いしてますかっていうふうに聞いたら、いや、すいません、在庫切れですねって言われてしまってね、まあ、やっぱり結構ね、まあ、売れてるのかなみたいな感じでね、思ってね、まあ、それほどね、まあ、忍者らの方がね、まあ、人気なのかなと思ってね、まあ、ものすごく、まあ、誇らしいというかね、まあ、嬉しいなと思いますね。まあね、購入したい方、まあ、こちらのね、商品の方を購入したい方はね、大体、まあ、前にも言ったんですけど、大体販売してる店舗って言ったら、大体ヤマダ電機とか、
ヨドバシとかビッグカメラやっぱ結構なんか電気屋さんとかで電気屋でしかお取り扱いしてないのかなって感じですかね。一応丸大とかでもこの商品ありますかって聞いたんですけど、いやうちお取り扱いしてないですよって言われたんで、やっぱりまあ電気屋行かないとお取り扱いしてないのかなっていう感じですね。まあ結構ね今どうなんですかね、品薄なのかどうかわかんないですけどね。まあこちらの方、こちらの商品ね、購入したい方はぜひともねお近くの電気屋さんまでね、足を運んでみてよと思います。まあやっぱね品薄状態だと、まあ多分まあ結構まあ在庫の方がね品薄状態だと思うんで、まあ電気屋でね買うのがねまあ面倒くさいっていう人はね、まあアマゾンだったりとかで、まあそういうネットショッピングとかでまあ購入するのがまあいいのかなとは思いますね。まあ、こんな感じでね。まあ、こんな感じの動画になったんですけどね。まあ、こちらの動画をね、面白いと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。まあ、おそらくですよ。まあ、次はね、ニンジャラカードコレクション2が、おそらく、まあ、出るのかなとは思うんですけどね。またね、ニンジャラコレクションカード2の方が出てね、またこんな感じでね。忍者ラカードコレクションを紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは、イカルカルでした。バイバイ。